はい、どうも皆さんこんにちは。本日もダイパリメイクやっていきましょうか。ところで皆さん、ダイパリメイクはプレイされてますか？どうですか？まあやってる方が大半じゃないかなと思いますね。じゃないとこの動画わざわざ見ることがないと思うので、おそらくこの動画見るっていうことは大半の方がやってるんじゃないかなと思ってます。で、今日のテーマなんですが、ラジオ系動画っていうことで、こちらのテーマについて僕が思ってることについて話していければなと思ってます。では具体的にどういった内容かというと、まずはこちらを見てください。さあ、こちらに沿って話していきたいわけなんですが、その前にもし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからもポケモン動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。では内容に入っていきたいわけなんですが、まず大前提としまして、今の環境では様々なバグが発生してます。バージョン 1.1.1 の時はひどかったんですが、それから修正アップデートが入りました。それに伴って既存のバグが一時的に息を潜めたわけなんですが、ここに来てまたまた増殖バグであったりとか、もっと厳密に言うと空を飛ぶバグだったりとか怪力バグだったりとか、様々なバグが発生している状況で、なおかつそれがメニューバグであったりとかボックスバグに派生してるっていう状況なわけなんですよね。で、その中でバージョン 1.1.1 の時も問題になったんですが、バージョン 1.1.2 の環境でもどうやらですね、本来覚えることができない技をポケモンに覚えさせるバグっていうのがまたまた存在するみたいで、それプラス融合バグっていう、そういったやばいバグも発生してるみたいです。で、それらのバグを複合的に組み合わせることによって覚えられない技を覚えさせ 6V にするバグっていうのもどうやらあるみたいなんで、それが今かなり流行ってしまってるっていう状況になってます。そしてそれプラスポケモン増殖バグですね。まあ増殖バグといっても一概に様々なルートであったりとか経路っていうものが存在するわけなんだけど、この2つを組み合わせることによって 6V のポケモン大量に増殖することができてしまうっていう、そういった環境になっております。で、まあここまではマジかよ、また結局バグ祭りかっていう話で終わる話ではあるんですけど、ただここに来て、まあ 6V メタモンであったりとか、あとはまあ 6V 系列のポケモンとか、まあいろいろあると思うんですけど、まあそういったポケモンたちが大量に配布されてますと。これってさ、どうなのっていうところを今日はね、皆さんに聞きたいわけですよ。単純にこれを聞きたいんだけど、皆さんこれについてどう思いますか？もしよろしければコメント欄に一言だけでもいいので、ぜひコメントをお願いします。 6V メタモンだったりとか、あとはその他の珍しいポケモンたち大量配布されてるわけですよ。これってさ、どうなのって言いたくなりますよね。皆さんはどうですか？言いたくなるでしょ。まあ例えばさ、バグっていうのは、まあ正直言ってね、個人で楽しむ分にはいいんじゃないかなと思っていて、なぜかというと他の人に迷惑かけないから、オフラインで自分の殻に閉じこもって個人で楽しんでるんであれば、特に他の人に被害もないわけだから、正直特段問題はないと思ってるんです。大量配布企画とかそういったものっていうのは他の人にも影響が出てくるわけで、これってどうなのって思ってしまうわけなんですよね。まあ要するに自分個人で楽しむんであれば、まあグレーゾーンではあるかもしれませんが、ただそれをね、配布するとなるとさすがにダメじゃないかこれはって思うわけよ。まあ要するに超えちゃいけないライン超えてないかっていう。だからこそ皆さんに率直に聞きたいんですよね。例えばバグで増殖させた 6V メタモンとか配布企画っていうのはどうなんだみたいな。まあここに関しては人によって捉え方であったりとか考え方っていうのは全然違うんで、何とも言えないところではあるんですが、さすがに客観的に見てまずいんじゃないかって思ってしまうわけですよ。まあ僕は少なからずそう思ってるわけなんですが、ただここ最近あまりにも多すぎるから、ちょっと今回は取り上げてみました。結局これってみんなどう思ってんだろうっていう、そこがね、個人的にめっちゃ気になるわけよ。結局これってどう思ってんのみたいな、多分自分と同じような人多いんじゃないかなと思ってますね。多分ここについて疑問に感じてる方はたくさんいらっしゃると思うんで、ぜひこの際コメント欄に気軽に書き込んでください。いやけどここに関しては本当に意見聞きたいからね、よろしくお願いします。まあそんな感じですかね。
まあ少なくともバージョン 1.1.3 が近々配信されると思うんで、多分今のバグっていうのも多分修正がかかるんじゃないかなと思っているんですが、ただ一方で年末年始が絡んでくるから、逆に言うとしばらくアップデートが来ない可能性もあるわけなんですよね。しかも今日動画撮ってるのがリアルタイムで今動画撮ってるわけなんだけど、12月の19なわけよ。おそらく大体の企業とかが12月の28日あたりから休みに入ると思うので、そう考えると残り1週間ぐらいしかないわけで、さすがに1週間で今のバグを修正するっていうのは結構難しいんじゃないかなとは感じてますね。だってさ、日に日に様々なバグが発見されてるわけで、特にこの本来覚えることができない技を覚えさせるバグっていうのは本当にここ最近見つかったものだから、多分これを修正するのにも結構時間がかかると思うんですよ。となるとやっぱり年明けになるわけ。っていうことは逆に言うと、まだしばらくこの環境が続くっていうことですよね。まあバグが発生してしまうっていうのは、まあ、ゲームの特性上、構造上仕方ないところはあると思うんですが、ただこれはさすがにいただけませんよね。まあ最初はね、本来覚えることができない技を覚えて、例えば怪力が絶対霊で覚えて、ネタ的な意味合いが非常にでかかったんですが、今はもうネタというかなんというか、これはさすがにいかんでしょう。って感じになってますからね。まあやっぱりね、ダイパリメイクをやってみて思ったんだけど、バグがかなり多いわけで、まあこのバグっていうのは、自発的に起こすバグもあれば、気づいたら勝手に起こってしまうバグもあれば、様々なバグの種類があるわけなんですが、ただそれらを全て総括したとしても、やっぱりバグっていうのはゲームバランスを大きく損なうものだなと思いました。いや本当にね、ダイパリメイクでそれはめちゃくちゃ感じたわ。なんでバグがダメって言われるのか、なぜバグは良くないのかっていうところが本当にね、ダイパリメイクをプレイして実感しますね。やっぱりそのバグによって時短になることによって簡単にいってしまうと効率的になってしまうわけですよ。まあ効率が良くなるっていうのは一見いいことかもしれませんが、ただそれも度を超えてしまうと飽きにつながってくると思うし、でその飽きっていうのはユーザー離れにつながってくるわけで、もっと言ってしまうと業界の衰退につながってしまうわけなんですよね。まあ要するにバランスが崩壊してしまって収集がつかなくなってしまう。本来やらなければいけないことをやらなくて済んでしまうから、目標を見失ってしまう、モチベーション維持できない、結果としてやる気がなくなってしまうみたいな、やっぱそういった現象っていうのは少なからず起こるのかなと思いました。まあ多少のバグであればいいんですが、さすがにね、ゲームの根底を揺るがすような今回みたいなバグっていうのは本当に良くないなと思いました。まあ冒頭でも言った通り、バグを楽しむっていう部分は個人でやる分には正直自己責任かなと思っているんですが、さすがに他の人に配布したりとか、さすがにそれはダメじゃないか、NG じゃないかって思ってしまうわけなんですよね。まあまあまあ、そこについては、まあさっきも話したんで、今日のところはこの辺りで終わっていきましょうか。まあとりあえずね、みんながこれについてどう思ってるのかっていうのが純粋に気になったんで、今日はね、お話をさせていただきました。まあそれぞれ言いたいことはたくさんあると思うので、ぜひ気軽にコメント欄に書き込んでください。はい、ということで今日の動画はこの辺りで終わっていきますね。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらくポケモンやってる方であればチャンネル登録しといて損はないんじゃないかなと思いますね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃあね。